じゃあいいでしょうか。あ、皆さんおはようございます。僕も今日初めて鐘を鳴らしに参りました。すでに国連事務総長さんがニューヨークで、ニューヨークの国連にある平和の鐘を鳴らされています。我々もこれに呼応してこちらで鳴らすということです。NHK のディレクターの飯野さんという人の文章からちょっと取りましたけども、この国際平和デーは僕は知らなかったんですけども、最初にこれを訴えてですね、国連で採択してもらった人がいます。この人は日本人で、前の第二次大戦のビルマ戦線でですね、ある部隊で一人だけ生き残った人なんですね。それでビルマのパゴダの中で重傷で目が覚めた時にビルマの人たちが助けてくれて日本に帰還した人ですね。でその後やっぱり平和とは日々全ての国がみんなで取り組むべきものだということで、これを国連に出かけていってですね、1954年のことです。非常に早い時期にやっておられますね。それからその後1981年ですかね、また別の日本人の方が、今の方は中川清春さんという太平洋戦争のビルマ戦線参加者です。その後1981年ですかね、俳優だった、ジェレミーさんというイギリスの人がですね、やっぱり同じ趣旨のことを国連に訴えてですね、そして国連で正式に、国際平和の日、国際平和デーというのが採択されたのが1981年と書いてあります。まあそういうこととは知らずにこれまでしてましたけども、長崎では被爆者友の会が鳴らそう会という、長崎の鐘を鳴らそう会という会を作られて、長年やってこられました。その突破をして、友の会は毎月9日の11時2分に鳴らしてですね、でつい、先日鳴らしたんですけども、それではそろそろ時間が近づいてきてますので、この、なんていうか綱の持ち方をご指導ください。ちょっとその前に何かありますか。世界平和の祈りの方をご紹介、簡単に、はい。皆さんはじめまして、ワープロジェクト大使の宮本達彦と申します。先ほど中川千代さんのお話が出たんですけれども、実は私、千代さんのご息女でございます高瀬聖子さんと、私が現在行っている活動でご縁をいただきまして、それで、こうして今日平和の鐘をこちらでも、打ち鳴らす、唱打することができますことを本当にありがたく思っております。実は今日この日、私たちは私たちで、全国47の護国神社、それから広島と長崎の平和公園で書道家の皆様が世界平和を祈った書を、大きな紙を書き上げるという催しを行います。実は今日も2時半からあちらの書家が佐藤先生がですね、2時半から書くんですけども、長崎でも行います。リットンさんという、作家で、ペンは剣に勝るっていう言葉がございますけれども、そのペンを書に置き換えて、書は剣に勝るということで、そういう平和活動を私たちもやっておりますので、共に世界の平和を祈願したいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。はい、それでは12時に鳴らしますんで、ロープに来てください。お願いします。はい、行きますよ。